今僕はそのカラーで評価をもらってるみたいなこう感じがあるので、なんか次はそのカットでこう今すごいって言われてる方たちいるじゃないですか、まあ、その人たちの領域に行きたいなっていう。僕カットも好きだけどやっぱ伝わらないから、なんかカラーだけの人みたいになっちゃってるんで。でもカットもできるし、まあ、僕自身カット上手くなりたいから、まあ、その今カットで上手いって言われてる人たちと自分もそっちはそっちでこうなんか美容師としてなんか自分の立場を築いていけたらいいなって今思ってます。なんでカットめっちゃやってます今。発信の仕方は今考えてるんですけど、分かりやすく上手いスタイルをまあインスタグラムなりなんかそういうのに乗っけてったら本当に上手ければ反響あんのかなと思うんで、逆になんかその何で発信していくかっていうのはなんか何でもいいかなと思ってるんで、まあ、カットにおいてこう上手いっていうものをなんかちゃんと突き詰めていきたいなっていう。発信する元とかは全然あんまり考えてないかもしれない今のところ。ここに来てからは、基本的にスタッフが練習してるんでそれを見るっていう時間が多いですね。どうしてもその僕が営業終わったらすぐこう打ち合わせだったりとかこう他の仕事に行くことがこう結構多いんで、まあ、その辺でやっぱ朝の時間はなるべくスタッフの練習見たりとか、まあ、そういうことをしてます。まあ、自分の中でなんか今自分がやってるなんかレベルだったりとか、まあ、そういうのを客観的に見れる時間をなんか作りたいなっていうのは常に思ってるんで、まあ、インスタグラムとかでやっぱ他の人のこう投稿とかをまあいっぱい見れるんで、まあ、僕基本的にその自分が上手いなって思ったりとかなんか見ててこう刺激になったりとか、あこういうことしてんだとかこういう時間の使い方してるんだみたいな人しかフォローしてないんで、まあインスタ開いて、まあ、そういう人ってもう朝から大体何かしらしてることが多いんで、まあ、そういうの見てこう自分もなんかそういう要素とかを取り入れられたらいいなとか、まあ、基本的にスタイルとかもまあ本当に自分が上手いなって思う人しかフォローしてないんで、まあ、そういう人たちと、まあ、自分を比較したりとか自分が今やってることを常にこう見直しながらなんかそれが正しいか正しくないかっていうよりかは、まあ、常にこう新しいものだったりとか、まあ、なんか違うものを自分の中にこう取り入れながらやるようにはしてますね。基本的に。あでも本もめちゃめちゃ見ます。なんかこうカット本を出しましたみたいなのとかあったらやっぱ買ってスタイルってやっぱ何カットにおいてもこうスタイル数って決まってると思うんですけど、その中でこう、まあ、切り方がこう絶対自分とは違うんで、まあ、そういうのをこう見たりとかカット本とかそういうなんか専門的なのにこう特化したような本は結構見るかなと思う。買いますね普通に本を。感じですかね。でも基本的に3人4人とかお客さんいるんでなんかその間にもう考えてますね、うん、他の塗ってる時に塗ってる人のこと考えてることはまずありえないです、うん、なんかあの人どうしようかなっていう考えながらもう決まったことに対しては手動かすだけなんで、決まってないことですごい考える。でもそんなに時間はかかんないかもしれないですね。よっぽど。逆に撮影の時とかはそういうのを考えるようにしてます。なるべくすごい細かくなんかどの瞬間を自分が撮りたいんだっていう。なんか意外と髪の毛とかってこう髪の撮影になっちゃうみたいなところあるじゃないですか。なんですけどやっぱり
その髪をしてる女の子が可愛いから、だからどういう、なんで可愛いんだっていう、でどこが、どのシーンが可愛いんだっていうのって、やっぱなんか映画とか見るじゃないですか、の時とかになんか記憶しといて、だからもう自分の見たもののそれを今作るみたいな感じですね。だから色がどうとかそういうのあんまり、なんか撮影の時においてはなんかどうでもいいかもしれないです。でもこうなんとなく、なんとなくみたいなのは なるべくやめたいから、どういう女の子を作りたいかっていうのを考えて、でも可愛い女の子のシーンなんていっぱいあると思うんで、その中で自分がじゃあなんかこういうものを作ろうと思った時に、初めて撮影の場所と服とメイクととかこう決まると思うんで、明確にこう進めるようなこう自分のイメージととかは、こう撮影の時においてはかなりこうすごい逆にヒュンって絞って、もうここのこれ撮りたいみたいな感じでやるかもしれないですね。自分がやりたいもの、可愛いって思うもので、どの瞬間可愛かった、何が可愛かったとか、何がおしゃれに見えるとか、そういうのはもう常に見てるかもしれないですね。もう習慣みたいな。もう人がいっぱいいるところはもうめっちゃ人の髪の毛もキョキョキョってました。もう癖みたいなもので、でも中に生きてる人いるんですよね、やっぱそんだけ歩いてるから。あ、だから、あれやってみようみたいな感じですね。かわいいな、誰切ったんだろうみたいな、自分がそう思うから自分もそういうものをやりたいなっていう、誰が切ったんだろうまで行き着くヘアスタイルってすごいなっていう、うん、それってただのボブじゃないし、ただのこうウルフとかでもないと思うんですよね。なんか絶対なんか違和感があると思うんですよ。だからやっぱ興味が出るし、そういうなんかデザインを提供したいっていう感じはあります。だから本当もううまいがもう当たり前みたいな。だからめちゃくちゃ僕自身もなんか練習しますし、みんな練習しなくなるんですよね。上のなんかキャリアになっていけばなっていくほど当たり前に練習しなくなっていくみたいな。スタッフにこう教えるとか還元するっていう撮影の企画を例えば自分でもらってくるとか、やれば上手くなれば、自分が上手くなるほどやっぱ自分も新しいこうなんか自分が手に入れたところに行って、そこについてきてもらって学んでほしいなっていう、なんかだから自分もやっぱりなんか1年目の子がシャンプーできるようになったりとか、なんか分かりやすくステップアップしてくるじゃないですかっていうのを、自分もその今のキャリアとかどのキャリアにおいてもやりたいから、自分もやっぱりそうやって常にインプットして、でそれをすごいいっぱいやっぱ練習して、カラーで一番うまかったら絶対仕事来ると思うんですよ。だからそういう突き詰め方をして、でそこについてきてもらって、で同じ現場で学んでもらうっていう風にこう心がけてるかもしれないです。自分も手に入れて、新しいものを手に入れて、やりたいものを手に入れて、下の子たちもそこで自分の技術とかそういう感覚を共有できたらこういいなっていう。ジェルいい。やっぱこのモコモコが可愛い。可愛いです。やっぱなんか一番っていうものに結構こだわりはあるんですよね。そのだから僕もなんかインスタグラムとかもやっぱ未だにちゃんとやりますし、やらなくなっていくじゃないですか、みんなやっぱり。こう見られてるし、なんかその割り切る意味があんまりないから、もういいやって、やるんだったらめちゃめちゃクオリティ高く、誰よりもクオリティ高くなんかやる必要があるなって思うんで、やるんだったらもう一番うまいって思われたいし、一番うまいとかっていうのにはすごいこうこだわってます。
ね、いつもすごいなんか自分が何か求めてるときは常にシンプルかもしれないです。難しく考えてないですね。できないっていうイメージがあんまりこう自分の中でこう湧かない。0を1にすることは多分もしかしたら難しい人いっぱいいるかもしれないですけど、10のものを見せられたらそれをなんかやるだけみたいな感じじゃないですか、極論。僕はそれが当たり前にできた上でやっとこう自分のセンスだったりとかそういうのをこうなんか語れるフィールドに立つのかなと思うんで、なんかセンスとか向いてる向いてないとかもうそういう次元じゃないんですよね、できないって。みんな結構その判断基準がすごい低すぎて何事においてもなんか向いてない向いてるとかできるできないとかやりたいことがあるないとかの判断基準がちょっと手前すぎて、そこに対しては話してる時に苦しむことは結構あります。もう自分と違いすぎて考え方が、なんかやるって決めたらやるだけだし、インスタグラムとかもそうだと思うんですよね。僕が一番最初にバズらせたわけじゃないですか。でもバズらせてる人たちはいるわけで、ってことはやり方あって、なんかそれ学ぶだけかなみたいな。みんなすごい難しく考えてるんで、なんかもう難しいから入ってるみたいな。でもやってる人がいる時点でやり方があってっていう感じで、僕はもう本当にそういう思考で全部見てるから。センスとか選ぶっていうものと自分の技量っていうのはもう完璧に分けてます。もう上手い人がいるんだったらそこ行きたいなみたいな。だからできる中でそれを選ぶっていうのにこう初めてこう価値だったりとか選ぶセンスとかそういうのがこう評価されるのかなと思うので、テクニックにおいては誰にも負けたくないぐらいの気持ちで、やっぱ 今もですけど、今インスタグラムでいっぱい見れるから、だからめちゃくちゃやっぱ自分も練習していろんなことできるようになってっていう話ですかね。